2回戦 B 組スタートします。3、2、1、スタート。さあ、そうですね、ドルさん1回戦は、まあ、かなりもう圧倒的な強さを見せたと言っていいぐらいの、強さを見せてくれましたが、さあ2回戦でもその強さを見せてくれるのか。で2番目スタートはキューレックスさんです。あと55秒あります。で3番目が7763で、7763の、後がケビンさん、ザブさん、カン君が続々という感じの1秒1秒でスタートになりますので、でその後柏さんが7番手、エスケンさんが8番手となります。さあキューレックさん20秒前、さあキューレックさんも自己ベ更新してきました。キューレックさん10秒前、キューレックスさん5、4、3、2、1、スタート。7763、15秒前、7763、5、4、3、2、1、スタート。次ケビン5秒前、4、3、2、1、スタート。ザブさんスタート、カクスタート。さあ柏さん10秒前、柏さん5秒4、3、2、1、スタート。でエスケンさん10秒前、エスケンさん5、4、3、2、1、スタート。さあ8名全員スタートしました。いやー、差のないスタートでしたので、まあ、ちょっとスタート時間にズレはあるかもしれませんが、そこは、後ほど計算して、厳密な、順位を出したいと思います。さあトップはドルさんが190ですね。さあドルさんは、他のプレイヤーとは結構差があったので、さあこのリードを保てるかというところです。ここで200突入したが、まあ、荷穴を2つ作ってしまって、しかし棒を2本引く贅沢な棒使い。さあ2番手はキューレックさんが130。さあそしてレベル100に入っているのは7763とカン君もですね、カンさんとケビンさんも入りましたね。でザブさんも入ってる。さあ柏さんは100に入りました。さあ SK さん100通過。トップのドルさんは今270です。トップからしんがりまで170の差があります。まあここが終盤どうなっていくか。さあ2回戦 A 組は、まあ、ニコさんが失速してしまったものの、そうですね、GM、多くの GM が出ましたので、さあ、まあ、マスターズ、普段のマスターズも2回戦は名勝負が生まれやすいと。カン君がやばいけども、ここで赤を引いた、棒を引いたので大丈夫ですね。さあしかしちょっと城壁っぽい地形ができている。さあここうまく引くか。さあうまく E を避けて棒を引いた。さあカン君、そしてカン君200通過です。さあトップは今336。さあ柏さん200通過、ケビンも200通過ですね。エスケさん200通過。さあやはり2回戦はレベルが高い。キューレックスさんが300通過。キューレックスさん、300通過です。2番手キープ。さあ今280台は、左下の2名。さあここで776さんが300通過です。さあ、ザブさんも300通過してきた。おー、エスケース危ない。さあ
あ、これは直せるか。さあこの緑は好判断だったか。さああとは棒を引く。ああエスケさん、さあ刺さった270。いやあそこの棒が、いやきつい271。あーここで1人脱落。さあ2回戦は4名準決勝進出になります。さあ現在トップはドルさんが470台。さあそしてキューレックさんがここで400突入。3番手は左下の2人が380台で、まあ、ここは並走しているという状況です。さあどちらが先に400に来るか。おっとどっちだ。さあ776さんが先に400に突入。ザブさんも400突入。まあお互いにちょっとレベストップがあったか。さあ柏さんが今390台。ケビンはちょっと2回戦は苦しんでいますか。しかしここはいいリカバーです。ナイスリカバリーケビン。さあ柏さん410、カン君は420ですね。さあケビンに400に入ってきました。さあトップのドルさんが現在540で、さあ2番手がキューレックさんが480に差し掛かったところ。さあ400後半にそれぞれプレイヤーが突入して、さあちょっとキューレックさん高いが大丈夫だ。ここで500に突入してきたキューレックス。キューレックス is second place。 あーゾルさん危ない。おちょっとすごいことになっているが、ここはなんとか復活できるか。さあそしてザブさんが500。さあそして776さんも通過。776さん、そしてカン君も通過。さあ柏さんも入ってきた。さあ現在500を通過しているのは、6名ですか。ケビンさん以外、そしてドルさんが600通過。ドルさんは現在、50ほどのリードがある。さあケビンさんが今500通過。さあケビンさんはちょっと遅れがちょっと厳しいが、なんとかここは後半立て直してほしいが。さあトップのドルさん630。さあ、そうですね、あの大ピンチをよく回復してきました。さあしかしちょっとまだちょっと立て直すには時間がかかりそうだ。ここはちょっと1回戦のようにはうまくいかないか。さあキューレックさんが600通過、そして、ザブさんが来た。ザブさん600通過、現在3番手まで。そして776さんが4番手で600通過。いや、そしてカン君も600通過です。そうですね、柏さんと、776さんが大体同時で、カン君がちょっと遅れたかっていう、ほとんど差がありませんが。ケビンが580。さあ現在7名で戦っております。2回戦 B 組。ケビンも600通過。でトップは700ですね。さあドルさん700通過です。さあしかしキューレックさんが670まで来ています。さあこれは1回戦のようには、楽には立たせてくれない。しかしドルさんも地形はかなり回復しているので、さあキューレックさんの地形が綺麗だ。さあキューレックさんがここで700、しかし、柏さんが入っている。柏さんも700、そしてザブさんも入っている。柏さんが一気に2番手3番手、そしてカン君が今入った。776さんも入っている。さあこれはかなり激しいですね、当落戦場の争い。順位は今1位はドルさん770台、2位はキューレックさん700、キューレックさんと柏さんが740台で、4番手争いが、776、ザブさんがもう760いってるんで、ザブさんとキューレックさんと、柏さんが3人が並んでいるという感じ。5番手争いがカン君と776さん、ほってもほとんどここは差がありません。ケビンがちょっと苦しい、ちょっと離されてしまった。さあトップのドルさん800通過。さあしかし2番手のキューレックさんももうすぐ800、これは分かんない。さあザブさんも800、ザブさん2番手。さあ柏さん入った。キューレックさん800、柏さん3番手、キューレックさん4番手、そして776さん入って、さあカン君はここでちょっとでベストパターン800通過。
あーっと、柏さん棒を引いた。さあこれは激しい争いになってきました。ドルさんも今回は盤着とはいかない様子。さあしかしまだケビンも800通過、ケビン800通過。さあドルさんまだ20程度のリードは持っていますが、いや柏さんがもうドルさんに並ぼうとしている。ザブさんもほぼ並んでますね。ザブさんも来てます。そしてカン君も地形が綺麗だ。追撃態勢、これはどうだ。900誰が来るのか。さあドルさんが、ドルさん900、1番手。さあ2番手、ザブさん。さあ柏さんも入った。柏さん3番手。さあそして776さん4番手、カン君5番手。カン君5番手。いやでキューリックさんも入っている。キューリックさん6番手、ケビン7番手。いやこれはちょっと最後まで目が離せない。さあちょっとドルさんちょっと地形が高い。クリアもどうだというところ。さあケビンも900入って7名が900台。さあトップは960台の争い、ドルさんかわし、ドルさんをかわしたザブさんと、柏さんの一騎打ち。ここは分からない。そしてカン君も桜井ついている。さあドルさんもここはまだ分からないぞ。さあどっちだ、ザブさんか柏さんか。さあザブさん来た、ザブさん。そして柏さん来まして、さあどうだ、次3番手は。さあドルさん3番手、そしてカン君4番手ですか。いや776さんとカン君がほとんど同時だったように見えた。さあここはちょっとそうですね、いやスタックロール見てもほとんど一緒ですね。これは